めての今回体験をしまして、アフリカの太鼓と三線がチューニングを合わすというのがね、僕初めての体験なんです。これはインドです。あ、インドですか。まあそんなもんでインド。うちの連中みんな好きなんですよ、ダジャレが。この曲はね、銘方と言いましてね、銘方、舞方ですよね。で、沖縄でこの歌はあまり弾かない方がいいと言われてる歌なんです。で、それはね、相手にね喧嘩を仕掛ける歌なんですよ。で、さあ 俺とやれるもんがおったら出てこいというね、相手を煽る歌なんですよね。で、僕それ小さい頃知らないもんですから、民謡大会とかで歌会の宣伝にね出るんですよ。街頭宣伝でタクシーからスピーカーを出してやるんですね。で、いい気になってこれ弾いてたらね、酔っ払いが車止めましてね、こら小僧、そんな歌やめろって言われましてね、いやこれ僕得意なんですって言ったらね、よしやるかって言い出してびっくりしたことあるんですけどね、そういうふうな音結構あるんですよ、歌が。わからんで打てましたね、今。全然わかんないですね。でも、この歌にそういう太鼓叩いたら余計こう注ぐというか、大変ですよ。いや、これはアラブの太鼓ですから、余計に血がつかない。それじゃあね、今度は沖縄の舞踊曲を、じゃあ一曲。
存在。